もくもくもっくん。みんなこんにちは、ダイエー特命宣伝部長のもっくんです。最近は寒いよね。みんなも風邪をひかないように気をつけてね。12月といえば僕の大好きなイベントがあるんだ。なんだと思う？答えはクリスマス。クリスマスっていろいろ楽しくてワクワクしちゃうよね。僕も家族でクリスマスパーティーをするんだ。クリスマスのごちそうほんと楽しみ。クリスマスのごちそうといえばローストチキンとかケーキとか、僕の大好きなものがたくさん。今年はどんなメニューかな。想像するだけでよだれが出ちゃいそうだよ。そうだ、家族のみんなにクリスマスに食べたいメニューを聞いてみよう。最強クリスマスメニューを決めるアンケートだ。それじゃあスタート。ダイエー特命宣伝部長のもっくんです。まずはジージに聞いてみよう。ジージー、ジージのおすすめのクリスマスに食べたいメニューを教えて。そうじゃな、ローストビーフのツリーサラダじゃな。わあ、すっごくカラフルで美味しそう。もっくんや、ケーキやチキンだけでなく野菜でもしっかり栄養をとるんじゃぞ。うん、ジージありがとう。パパ、パパおすすめのクリスマスメニューは何？お、もっくん、アンケートかい？パパのおすすめは蒸し鶏風チキン。これ実は工程が3つだけの簡単レシピなんだよ。すごい、こんなに豪華で美味しそうなのに。今年のクリスマスはこれに決まりかな。いいね、僕もこれが食べたい。よし、メモメモ。どれがいいか悩んじゃうな。パパありがとう。もこちゃん、もこちゃんはクリスマスにどんなごちそうが食べたい？もこちゃん、ピザが食べたい。こんな風にピザを切って並べるとツリーの形になるの。すっごくかわいい。本当だ、ちょっとの工夫でクリスマス仕様になるんだ。いいね、ありがとうもこちゃん。アンケート集まってきたぞ。バーバー、バーバのおすすめのクリスマスレシピを教えて。私はクリスマスのケーキ寿司かしら。華やかで楽しいでしょ。お寿司？ケーキ？どうやって作るの？酢飯で型に入れた押し寿司を作って、切ったお魚や野菜などをトッピングするんだよ。あー、僕もやりたい。ケーキでお寿司なんてすっごく楽しそう。バーバーありがとう。ママで最後だね。ママ、もうすぐクリスマスだけど、パーティーメニューってもう決まってる？みんなの食べたいごちそうをアンケート取ってるんだけど、美味しそうなのがいっぱいだよ。メニューはまだ決まってないわよ。それじゃあ、ママのおすすめも教えて。ママのおすすめは、雪の山小屋ケーキ。かわいいでしょう。しかも簡単なのよ。わー、すごい！かわいいし、とっても美味しそう。僕とモコちゃんでも作れそう。ママ、アンケートのメニュー全部美味しそうで、僕どれがいいか決められないよ。本当にどれも美味しそうね。ローストビーフとチキンとピザ、それからお寿司とケーキね。そうね、ちょっと多いけど全部作っちゃう？みんなで作ったら楽しいわよ。うわー、ママそれ最高。まさにもっくんファミリー最強クリスマスメニューだ。僕張り切ってお手伝いしちゃうよ。みんなもクリスマスに何を食べるか決まったかな？僕んちのメニューも参考にしてみてね。それじゃあまったねー。動画を見てくれてありがとう。関連動画もぜひ見てね。チャンネル登録はここからお願いします。お買い物はダイエーで。それじゃあ僕はダイエーで待ってるよ。まったみ。